ダンカンは、アメリカ海軍の駆逐艦。カッシン級駆逐艦の一隻。艦名は、サイラス・ダンカンにちなむ。ダンカンは1912年6月17日に、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー戦場で、帰港する。1913年4月5日に、ディ・クラークによって浸水し、1913年8月30日に、艦長、C ・ E ・コートニー賞佐の指揮下収益する。 収益後は、東海岸沿い及びカリブ海で、砲術訓練、演習を行い、1914年10月24日にマサチューセッツ州ボストンで、予備役となる。1916年1月22日に再収益し、ハンプトンローズ及びロードアイランド州ニューポート沖で、中立パトロールを行い、カリブ海で演習、艦隊行動における戦艦の護衛を行い、 ヨーク側川口の防衛任務に従事した。1917年9月8日から30日まで、イギリス向け船団の護衛任務に従事した。10月30日、ダンカンはニューヨークを出港し、フランスのブレストに向かう船団を、護衛。11月15日には、アイルランドのクイーンズタウンに到着し、アイリッシュ海で船団護衛及び敵潜水艦の探索を行った。 1918年7月17日、ノルウェーのバーク、ミーフィールドの生存者が乗るボートを救助した。10月9日、ショーが客船アキタニアと衝突。ダンカンはショーの乗員84名を救助した。そのうち12名は負傷し、ショーの残る乗員は送還し、自力でポートランド島に入港した。戦後はヨーロッパ海域に泊まり、 1918年12月13日にはフランスのブレストで開催されるベルサイユ会議に向かうウッドロー・ウィルソン大統領を乗せた輸送船ジョージ・ワシントンの護衛に加わった。ダンカンは12月26日にクイーンズタウンを出港アゾレス諸島バミューダを経由して1919 19年1月12日にバージニア州ノーフォークに到着したカリブ海及び 東海岸での5ヶ月間の任務の後、1919年5月31日にノーホークで通常任務に就く。1920年1月1日に限定収益状態となり、8月1日に予備役となる。1921年1月1日に通常の半分の乗員数で作戦活動に就き、8月9日に退役した。 ダンカンは1935年3月8日にロンドン海軍軍縮条約に従ってスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。